どうもこんにちは、大峰です。今回はカメラ選びで重要な撮像素子のお話です。皆さんこの撮像素子、もしくはイメージセンサーって知ってますか？もしかして画素数が一緒だったらどんなカメラでも一緒だなんて思ってないでしょうか？そんな方はこれを見ればもうカメラ選びで迷うことはありませんので、よーく見ていってください。最初にお断りしておきますが、今回は CMOS のみを取り上げていますが、撮像素子はその他にもごく少数ですが CCD など別のものもありますのでご注意ください。それと同じ名称ではあってもメーカーごとにその仕様が若干異なるものもありますので、ご購入される際にはきちんと確認されることをお勧めします。それではまずはじめに写真データができていく過程から見ていきましょう。一般的なデジカメでシャッターを切ると被写体が発した光をレンズが取り込み、絞りが光量を調節します。次にシャッターが開いてその光を通し、それを撮像素子が受け取って写真データに変換されるといった仕組みになっていますが、このレンズを通った光を最終的に受け止める部分が撮像素子になっていて、人に例えると目や脳と言える部分です。世に出回っている多くのデジカメに共通しているのは、レンズを外せばその下には必ず撮像素子があり、そこでは光信号を電気信号に変換し、さらにそれが様々な処理を経て画像データとなるということです。さて、そんな撮像素子ですが、そのサイズにいろいろな規格があるのをご存知でしょうか？以前番組で紹介したカメラの比較動画の中でも 1.7 分の1型や1型なんていう表記があったと思いますが、あれが撮像素子の規格です。例えば画素数が同じでも大きなサイズの撮像素子と小さなサイズの撮像素子、この2つで撮影した写真を比べてみると、絶対的に大きなサイズのものがノイズに対する耐性やダイナミックレンジ、色の階調などほぼあらゆる面で高画質となります。これを知っていれば、例えば赤ちゃんを撮りたいけど室内での撮影が多いから大きい撮像素子を持ったカメラを買うなんていう賢い判断ができるようになります。そんな撮像素子の企画なんですが、数がかなり多く一般の方には分かりづらいと思ったんで、グラフィックとして掲載してみました。どうでしょうか？全てを掲載しているわけじゃないんですが、最も巨大なフルサイズをはじめとして多くの企画があることが分かると思います。この比較の中で最も小さいサイズとなる3分の1型は iPhone などの携帯電話でも使用されているサイズとのことで、フルサイズとの面積を比較するとその差は約50倍とものすごいことになっています。いかがでしたでしょうか？レンズや画像処理エンジンといった要素ももちろん重要ですが、それ以上に重要な撮像素子、後悔しないためにもデジカメ購入の機会がありましたら、ぜひそこもチェックしてみてはいかがでしょうか？それでは皆さん、また来週。さようなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとアーダコーダー喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト、配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。